事件が落ち着いたので10日。内容が重めなので、苦手な人はスルーしてください。また、慣れていないので分かりにくいところがあると思いますが、ご容赦ください。家では、ミニチュアダックスを2匹飼っていて、娘がすごく可愛がっていた。先月中頃の休日に、ママ友が家に遊びに来た。そのママ友が、家にいたダックスをえらく気に入って、1匹くれくれと言い出した。娘も可愛がっていて、それはできないとやんわりお断り。すると、テンプレ通り、2匹もいたら大変でしょう。1匹になれば、費用も半分で済むじゃない。だからもらってあげる。2匹は家族だから、あげることはできないを繰り返し、しつこいながらもしぶしぶ諦めたように見えた。次の日、家の者全員が、仕事や学校で、留守の時を狙ったであろう空き巣が入った。2階の道路や竹からは、見えにくい窓にガムテープを貼って、割って侵入した模様。通帳や印鑑等は、かなりわかりにくいところに隠してあったから、無事だったが、現金数万円と指輪が盗まれていた。さらに、2匹の犬までいない。もしかして逃げたのかと思ったけど、侵入した窓のある部屋の入り口には柵があって、犬は入れないようになっている。駆けつけてきた警察にそのことを話すと、犬も盗まれたのではないかとのこと。犬がいなくなったことを知った娘は、ショックで塞ぎ込んでしまった。それから1週間くらい経った日のこと。あの日以降、特に犯人逮捕に進展はなく、まさか、ママ友が盗んだんじゃ、と思いながら仕事から帰宅。すると、玄関前に段ボールが置いてある何かと思って中を見ると、飼っていた2匹の犬の死体だった。警察にすぐ連絡し、以前の空き巣が置いていったものだろうという。さらに、警察から話を聞いていると、犬の状態から怪我等ではなく、おそらく、刃物か何かで刺されたんだろうという情報を聞いた。なんでこんなことができるんだろうと泣くことしかできなかった。家の前に段ボールが置かれて3日が経った日、犯人を捕まえたと警察から連絡が入った。犯人はママ友だった。近所の違うママ友が犯人のママ友の指に私がはめていた指輪と同じものをつけていて、見せてもらったところ、指輪の裏側に私と夫の名前が彫ってあった。それを警察に垂れ込み、さらに2匹の犬を抱えているところを近所の人が目撃していたという話が警察が調査していて出ていた。ママ友宅に警察が任意同行を求め、その後あっさり自供。犯行動機は犬が可愛かったから欲しかったとのこと。取り調べ中にあの時素直に犬をくれていればこんなことにはならなかったのにと恨むような口調で言っていたというのを警察聞いた。その後当たり前だが、ママ友は逮捕。慰謝料等で、ママ友の夫と現在もやり取りしています。あれ以来、娘は精神科に通院するようになり、今でも塞ぎ込んだままです。重い話で申し訳ないです。読みにくいところがあったらごめんなさい。長文失礼しました。別の投稿。いくつか補足させてください。まず、犬を殺した理由は、全く言うことを聞かないから、だそうです。そして、殺した犬を玄関先に置いた理由は、もともとお前たちの犬なんだから、お前らが死体を片付けろという理由だそうです。2階には、倉庫の中に入っていた大きめの脚立を使って侵入したみたいです。指輪は帰ってきましたけど、正直いらないです。一度でも、泥ママの指にはまったものは、はめたくないです。泥旦那は、泣きながら土下座して謝っていました。謝る相手が違うけどね。普通の常識人で、なんであんなのと結婚したんだろうというくらい、普通の人です。